知っていると思いますが、三次試験は個人戦です。手の内を知っているチームメイトとも戦うことになるでしょう。ですがその状況すら打破する力、それをではこれより就任選抜試験第3次試験を始めます。Konohagakure Uzumaki Bolt、 Kumogakure Yurui、 それでは1回戦始め。止まれねえ、しっかり見せてやるんだってばさ。悪い、俺の方が雲隠れの忍びをだじっちゃいそうだな。チャライだっけ？ゆるい。勝者Konohagakure Uzumakiボルト。ではこれより就任選抜試験第7回戦を始めます。Konohagakure Uzumakiボルト、同じくKonohagakure奈良歯科大。両者準備はいいですね。それで始め。戦闘開始。面倒くさがりのお前がここまで勝ち残るとは思わなかったぜ。住人になれなくなれねえでいいけど、サボると母ちゃんが怒んなよ。水相変わらずバトルになると強えなこいつ。やっぱ親が親だよ。してやがる。やっぱり夏だ。お前こんなに強かったっけ？いや、強かったことは間違いないが、なんか違和感あるんだよな。そこだ！やってやる！歯科大には悪いけど、このまま決めさせてもらうぜ。勝負あり。やった！父ちゃん、俺の強さにびっくりしただろ！参った。よっしゃ。勝者Konohagakure Uzumakiボルト。やったやったってばさ。父ちゃん次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。これはこの試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は奈良歯科大と訂正してくれ。渦巻きボルト、使用禁止任具の違反により失格。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。後で。